皆さんこんにちは。バリ島の清水優馬と申します。2022年2月、リヒャルト・シュトラウス作曲歌劇影のない女にバラク役で出演を予定しておりました。昨年秋口よりこのシュトラウスの音楽稽古を全てのキャスト、音楽スタッフと共に入念に行っておりました。12月初めに世界的演出家であるペーター・コンビチニ氏はじめ、ヨーロッパからスタッフが来日して影のない女の本番に向けて演出席にも準備をする予定でございました。その時、新型コロナウイルスオミクロン株の世界的な感染拡大が起きました。日本では政府によって海外渡航者の水際対策が取られ、そのタイミングと重なってしまいました。そしてそのためにコンビチニ氏はじめヨーロッパのスタッフがどなたも来ることができなくなってしまい、オペラを中止せざるを得なくなってしまいました。もし上演されていればオール日本人キャストと日本を代表するオーケストラである新日本フィルハーモニー交響楽団によるワールドプレミア公演を日本語字幕付きのドイツ語で上演するはずでした。公演が中止となってしまったことは大変残念でございますが、2021年9月に開催いたしましたプレコンサートで影のない女の楽曲の一部を演奏いたしました。本日はその一部を配信いたします。どうぞお聴きください。Thank you.
Den guten Alten haben Sie.